はい、皆さんこんにちは、ブリゾーです。今日もね、定番、ちょっと最近定番なんですけど、このね、片付けが終わって今からね、戻るところなんですけど、ちょっと動画撮っていこうかなと思ってます。まあ、いつもね、トーク形式なんで、僕もう一発撮りで終わらしてるんで、ほとんどね、動画の撮影には時間をかけないようにしてます。で、この編集も全部自分でペチャッペチャッとやってね、もうアプリで全部やってるんで、アプリでやったらすぐに、YouTube アップするって感じでやってるんでね、なるべく手間のかからないね、空いた時間できるようにしてるので、こんな感じでやらせてます。はい。で、まあ髪もボサボサですけどねで、今日なんですけど、今日の内容は、今実際お申し込みさせていただいてる、チャンネル登録1000人のね、記念、ステッカーを作りました。で、その記念ステッカーを、応募者皆様にプレゼントさせていただきますというキャンペーンをやっております。で、そのね、中に、メッセージ欄がありまして、船長森蔵にやってほしいことなどをね、お聞きくださいというものを設けております。で、その中でいただいた一つのね、質問というか、まあご意見をね、今日やっていこうと思います。はい。今日の、質問者のお名前は、チームトロッコの会長さんです。はい。もうね、ピンときた方いらっしゃると思うんですけど、当選でもね、結構ね、定番な、定番、まあ、すごい有名なね、お客様なんですけど、トロッコノットのね、海の親であるチームトロッコの会長からですね、ちょっとこんな提案をいただきました。はい。こちらです。はい。トイレの、コントレール号のトイレの、ね、レポートをお願いしますっていうことです。はい。まあ、確かにですね、コントレール号がね、できる前の段階っていうのは、トイレのね、話をしてたんですけど、できてからトイレをね、お見せしてなかったなと思いまして、ですね、まあちょっとそれを紹介したいんですけど、トイレですね、実は今回のトイレから、拡散式のマリンポンプを使っておりまして、ちょっとね、詰まりやすい仕様になってですね、まあ船のトイレってすごい詰まりやすいイメージ持たれてる方いらっしゃると思うんですけど、当選の今回のトイレもそれに近いトイレになってましてですね、まあ、詰まりやすいトイレではあるんですが、こういうやり方をすれば詰まりにくいですよっていうことも踏まえた上でのレポートをさせていただきます。ちょっとトイレのね、動画になります。なので、もちろんね、普段から使っているトイレなので、そういうトイレのね、映像は見たくないという方は、ここで、もうチャンネルを、ご視聴をやめください。はい。トイレの、実際の映像が流れますので、ね、もし お食事中とかに、見られてる方いらっしゃいましたら、またね、お食事の後に見ていただければ幸いかなと思いますので、よろしくお願いします。ではちょっとね、お伝えしていきます。はい、ではですね、ちょっとここに鏡もついてるんですけど、トイレやっていきたいと思います。はい、トイレレポートです。はい、コントレール号、はい、コントレール号のトイレのレポートになります。はい、じゃあですね、ここ、ちょっとね、この扉のこの入り口のここに、これはちょっと閉めてないんだけど、こういうね、留め金がついてて、これちょっとね、そのままだと動きません。なので、若干こうやって押してもらいながら、足で押しますね。足で押してもらいながら、こういう感じでやると外れます。そうすると開きますんで、はい、こんな感じで開きます。これで上と下を開ければ開くようになってます。で、中身がこんな感じです。はい、中にはですね、遊漁船登録のね、そういう登録表だったり、こういうね、海洋、登記系の、これ保安庁の方が定められている、こういう、なんて言うんだろうな、パネルみたいなのね、表示しなきゃいけなくなっているんで、これを表示しています。で、実際ちょっとトイレ。はい。まあ、ちょっとね、前にもね、お見せしたと思うんですけど、こんな感じで、僕身長167センチなんですけど、全然立てます。はい、立てるぐらい。広々と使えるトイレになってます。で、横幅も全然、肩も当たらないぐらい広いので、非常にね、使い勝手はいいんじゃないかと思います。で、上の部分にこんな感じで、太陽の光が入ってくる仕様にはなってるんですけど、これのままだとね、ちょっと暗いんで、ここにライトがあります。これ、こうそうですね、ここに下が電気がついて、こんな感じで明るくなる感じです。はい、トイレットペーパーがついてまして、で、これちょっとね、救命胴衣の格納場所がありまして、ここ地上時にね、ここから救命胴衣出していただいて、っていう感じになります。はい。じゃあですね、トイレ、このね、ちょっと見てみたいと思います。これ、実際その先ほど言いました、マリンポンプ用の、マリン拡散系ポンプですね。要は、物をですね、まあ、ティッシュなどを、砕きながら、流していくっていう仕組みになっているので、実際これ、ちょっとね、詰まりやすいんですね。で、まあ、実際このポンプのこのスイッチを押してみると、こんな感じ。で、ちょっとね、音がうるさいに聞こえるか、わかんないけど、こんな感じで水が流れます。はい。水が流れて、これは海水が流れてます。海水ですね。これ一回切ります。で、これですね、実際まあ海水だけなんでもちろん詰まらないんですけど、ちょっとね、詰まりやすい流し方、詰まりにくい流し方があるので、最初にちょっとね、詰まりにくい流し方からいきますね。このトイレの使用方法の、まあ、非常に基本的なルールになってくるんですけど、まずですね、このスイッチを長押ししていただけると、こんな感じで流れっぱなしになります。
っぱり流してるとこんな感じで流れっぱなしになるので、流した状態でこういったティッシュなどを入れていただけるとスッと流れていきます。はい、これが、ね、詰まらない流し方になります。はい、非常に詰まりにくい、今のやり方が非常に詰まりにくい流し方になるんですけど、ここにですね、ちょっと詰まりやすい流し方をするとどうなるかっていうのをね、ちょっとね、やってみたいと思います。まずですね、このティッシュ、まあ、ティッシュ以外にもいろいろあるんですけど、ここではそれはね、端折ります。ティッシュをこうやって投入します。はい、水が流れてない状態のところにティッシュを、例えばですね、こうだな、まあ、ちょっと多めに使う方を意識してこんな感じで入れていきます。はい、先にね、なんか日常のトイレの使い方だったら、先にね、あの水を流す前にこうやって投入するじゃないですか。こんな感じで3回ティッシュを投入して、じゃあこれ流していますね。はい、流すとどうなるか、こんな感じ。もうね、これだけで詰まっちゃいます。うまくいけばこれでもちろん水は流れていくんですけど、こんな感じですね、水が詰まってしまいます。はい、今ね、全然あの中の方でティッシュが詰まってしまって全く出ていかない状態になります。こうなっていくと、どうしてもそのまあ、便器を一回ちょっと掃除しなきゃいけなくなる状態になるため、このね、詰まりの具合を気をつけていただければなと思います。はい、これがですね、一応このトイレのね、一番基本的な使い方になりますので、あの皆さんで、ね、いらっしゃった時に、コントレラ後のトイレ使う時にはなるべく先に流すようにあの しながら投入していただければ大丈夫じゃないかなと思いますので、はい、そんな感じです。はい、というわけでトイレの解説になりました。あとですね、走行中はトイレ使えますかっていう問い合わせがあるんですけども、使えるんですけども、コンソールが前にある分だけトイレも前にあります。なので、そのコンソールの中にあるトイレを使うときに、走ってる最中、結構波があるような時はさすがにやっぱりコンソールの前の方は若干のこのあの揺れがありますので、そこで用を足すっていうのはすごい非常にあの難しいかなと思います。なので、必ずですね、あの走るときに、トイレ行きたかった場合は必ず先に行っていただければ、あの船と止めて待ってますんで、あのそんな感じで使っていただければ、まあ、あの流してるときに使っていただけるのが一番いいかなと思いますんで、はい、そこら辺はね、あの気をつけていただければいいかなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、まあ今日はですね、こんな内容になりますが、ね、なかなかトイレのね、紹介動画も珍しくってないんじゃないかと思うんで、まあご参考になればいいかなと思います。はい、あのこういうマリン系のポンプのね、トイレっていうのはどの船にも結構ついてますし、どうしても今やったように使うと詰まってしまうので、どの船でもこの解説がなくてもですね、あの流しながら流すってことをやれば結構ね、あの詰まらずに使えますんでね、これね、もしよかったら他の船でもね、同じようなこと言えますんでね、参考にしてみていただけたら嬉しいかと思いますので、よろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。